共産党長野県委員会常任若者雇用対策室長原沢千秋様よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の原沢千秋です。戦争できる法律はいらない、誰の子供も殺させない、この思いをこんなにたくさんの皆さんと共有して、そして同じ集会に出られること、本当に嬉しく思います。どうもありがとうございます。今日は12月の19日、あの戦争法の成立からちょうど今日で3ヶ月です。しかし皆さん、反対を求める世論はとどまるところを知りません。廃止を求める2000万人署名が今全国各地で大きく広がっています。ところがこういう中で、ある自民党の議員がこう言いました。お正月のお餅を食べれば国民は強行成立忘れるだろう。冗談じゃないですよ。私たちはあの3ヶ月前の怒りを絶対に忘れない。国会の中で通ったものであるならば国会の中で覆す。皆さん、問題なのはその国会の中の力関係を私たちがどうやって作っていくかということじゃないでしょうか。そのためにも今渦橋さんからもお話ありました、来年の参議院選挙、本当に大事な選挙です。文字通りここに集った皆さんが心一つに戦う選挙戦になります。そんな中で今日皆さんから出される共同アピール、賛同団体が21になったと先ほどネットで見ましたけれども、この中で出されている一人区で勝てる候補を擁立しよう、この提案に日本共産党も大賛成です。だって皆さん、安倍政権を倒さないことには何にも始まらなくて、そのためには自民党公明党の議席を1個でも2個でも減らしていこうっていう時にですよ、野党がバラバラではお話になりません。ですから野党は今みんなでまとまって共同候補を立てて、総がかりで自民党の議席を奪いに行く、このことが今すべての野党に求められているんじゃないでしょうか。今日は民主党の渦橋県議さん、そして社民党の池田市議さんいらっしゃっていますけれども、これも皆さん、この共同候補、野党共闘の第一歩だと私本当に嬉しく思っています。野党は頑張れ、野党は共闘、皆さんのこの思いに応えて日本共産党も全力で頑張りたいと思います。ご一緒に戦争法絶対に廃止に追い込みましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。